こんにちは。ここは石川県の輪島、能登半島、日本海側で一番大きな半島の一番北側ですよね、にある町でして、そこのですね、素晴らしい絶景、もうこれぞ日本の風景みたいな感じですけれどね、あの棚田とそれから日本海の、白波の美しい白米千枚田です。今回はこれのご紹介をします。で、本当であればこの動画の一つ前、千里浜というところですね、海岸をこう自動車でスーッと走ってきたりとか、まあ、ここまでのアクセスの、兼ね合いとか道のね事情とか道路状況とか、あのそういったことも、背景と交えて皆さんに説明したかったんですが、まあ、せっかくなら一番素晴らしいものを最初に見ていただこうと思いまして、順番を変えて、お送りしております。ですからここまでの道中があのこの場所を紹介した後に、流れるということになっているかもしれませんけれど、まあ、それについてはすいません、皆さんご了承の上見ていただければと思います。よろしくお願いします。おにぎりが出てくるまでの間、一回この下を見に行くことにしました。後でおにぎりが炊き上がったらまたもらえるそうです。向こうには島が見えていると思います。前回来た時もなんとなく見えた気がしますが、大きい方の島がヘブラ島というそうですけど、映ってますかね。多分映ってると思うんですけど、あれかな、一日一便だけ本土側と船が動いているんだそうで、そこには海女さんがいるとか、そんな話も聞きました。千枚田の下の方に降りてきました。こんな感じ、向こうもね、木がもう風にあおられて変な形で生えてますが、ちょうど田植えがもうされた直後って感じですかね。なるほど、これが棚田。私、棚田のすぐ脇をこんな風に歩いたことって今まで多分なかったと思うんですけど、なるほど、これは効率が悪そうです。別にディスってるわけじゃないですよ、あのそう、ただ事実として効率が悪い。もうあんな狭いところにね、これで一個の田んぼなわけでしょ。無理やり、もうあれなんかすごいな、ちょっと入れませんけど、わかります、この画面のここにこれね、こう水が反射してる、これはこれ田んぼですよ。草が多すぎてわかりにくいけど、あんな小さなね、風呂桶の二回りぐらい小さいような小さな田んぼ、それも時折目につきます。このすごい狭い田んぼについてはね、一応逸話があるらしいんですけれど、これ千四枚、実際には千枚だと言いますが、あるそうでして、でかなり昔の江戸時代とかの話だと思いますけどね、ここで、田植えをしていた。でも、まあ、全部やったかどうかちょっと分かんないから、確認のためにじゃあ1004枚数えてみようと思って数えたんですけれど、1002しかないと、なんか2つ足りない、と思ってですね、それでもうこんな探したんだけど、もう足りない、もういいわ帰ろうと思ってたらですね、あの美濃って、あの自分の服をね、こうもういいわ帰るって言って、こうポイッとこうやったらば、あのその服の下からですね、2枚の田んぼが出てきましたと、そんな話があったんです。なんか嘘なんじゃないかって気がするんです。まあそれはね、あの私の勝手な、思い込みなわけですけど、まあでもあのそれぐらい一つ一つの田んぼが小さくて、そして小さいからこそ、機械を使った効率的な田植え作業は今でもできず、だからオーナー制度などの力を借りているんだということです。まあそうじゃないとこんなのもう商業的にうまくいくわけないですからね。ちょっと今からムニムニ動く芋虫みたいなものを映しますからね、嫌だったらあのやめてくださいね。じゃあいきますよ。はい、こういうのがね、いまして、私これがなんだかわからないんですけれど、なんすかね、魚って感じではないんですよね。ヒルとかそういう類かな。結構たくさんおります。この画面の中だけでもね、上と下で1匹ずつ、いや3つ入っているな、いやもっといっぱいいるな、左の方にも大量におります。これについて何か詳しい方がいたらぜひ教えていただきたいんですけどね、魚ではないようですよ。関係動物だな。普通の田んぼと同じように用水路がこんな形、また田んぼからの排水はどうやってるのかなと思いましたが、角のところにね、こんな風にこう意図的に外した部分があって、そこから水を出しているようです。今ここは水を抜いているところなのかな。ちょうどこんな感じで波打ち際のすぐ近くのところまで棚田は続いています。こんな潮風とか当たりまくっても普通に育つんですね。面白いですね、田んぼの用水路がそのまんまこっからね、こういう風に海に注ぐなんてね。へえ、こういう田んぼは他にあまり見たことがありません。これかな、まあ、当然ですけど上の方の田んぼから下の方の田んぼへ水を落としたりするわけですよね。この上にちょうど田があったと思うんですが、そこからこう今水がポタポタ下に垂れ落ちてきていて、分かりますかね、もうちょっとこう手前側、ここの上にも田んぼはあるわけですが、この部分ね、水がやはり垂れてきているのが、まあ、分かるかなと思います。これ見れば分かりますかね、こんだけ拡大すれば。でここに来たこの水がまたこの手前のこの田んぼを通り、そしてここにちょっとコンクリートでね作られていますけれど、ここから流れ落ちて、そんで最後、まあ、これがまた向こうの方に合流して
海に注ぐことになっているようです。面白いですね、こうやって見るとね。さて、ここにイオンリテールと書いてあります。まあ、これが多分そのオーナー制度でね、イオンリテールがここであのオーナーになったんでしょう。一口2万円だそうですが、田んぼ1枚追加するごとに3000円だかかかるんだそうで、まあ、こういうふうにこう今イオンリテールの田んぼが2つあります。一口2万円ですから、まあ、この田んぼ全体で2000万円ぐらいなのかな、年間でね。まあ、それぐらい2000万、まあ多分実際には1500万ぐらいいるのかなと思うんですけど、まあ勘ですが、それぐらいの補助金というか、あの協力金ぐらいで足りるんですかね。もっといっぱいお金集めてもいいような気がしますが、これほどの景観を守るためなら。こういうものがね、いっぱいそこら中に立ち並んでいます。能登牛寺岡風車、 YouTuber スーツとかやろうと思えば多分できるんでしょうね。上から水が落ちてきているこの流れも、またこれ自体見ていて素晴らしい光景です。のんびり屋さんがジブリに出てきそうなアングルなんて言ってましたけど、まさにそんな感じだな、これ。お、ちょっとこううっかりすると危ないですね。これ落ちたらなかなかですよ。慎重に行きましょう。やっぱ農業用水灌漑ですからね、いろいろ水の周りに気をつけることが多そうです。前に来た時は上から前景をただ眺めただけに終わりました。その時は時間がなかったからね、仕方がないんですけれど、まあ、やっぱりね、これ近くで見るのと、あ、こんなに小さい田んぼなのかって言ってね、見るのと、それから上からなんとなくのその景色を眺めるのとでは違いますよ。多分あそこで食事して、それで田んぼを見てね、それで帰るって人もいると思うんですが、まあここまで全部来た方がいいととても思いますね。思いますよね、これ。思いますね。またね、ここにもね、今見つけていただいたんですけど、こんなところでね、この田んぼから、この上が、これ上は橋になってんだな、ブリッジになってますけどね、こういうところで絶妙なこう用水路をこう作って、うまいことやってるよ。これ作るの大変だったろうな、昔江戸時代は。あ、すごい、ライバルの富山県だって。富山県、なんだこれ、エイと絹の田んぼって分かんないですけど、富山県からも出資があるんですね。あ、こういうのもあるんだ。こんなんで泥が湧き上がっちゃったり穴が開いたりしないのかと思うんですけど、なるほど。あ、こんなアナログな方式、面白くないですかこれ。あそこの水の流れをここからこのパイプに流し入れて、そしてここから連絡してこっちの田んぼへ移すんだそうです。全部複雑なことをやっておりますね。これは東京都河津博さんの田んぼだそうです。しかしあの木などすごいわけですが、木があんなになってしまうのに手前の田んぼは割と普通にやってるっていうのがすごいですね。風であの辺のやつなどね、もう稲があの実る頃には軒並みどこか飛んでってしまうんじゃないかと思うんですが、よく頑張ってくれてるわけです。これね、最近話題のアッキーですよ、アッキーね。そうですね、これアッキーでよかったですね、あだ名ね。こっちには、小泉進次郎さんとお父さんの、つまりこの棚田のですね、あのブームを、まあ、ブームを作ったのかどうかわかんないですけど、あのこれもあのなんか結構その発言をした時に湧いたという絶景ですよと言った小泉さんの田んぼですが、ちょっと倒れてる。このぐらいは大したことはないのかな。やっぱみずほの国のね、記念小学院ですか、それの、なんかあの関係者があるとかないとかいうぐらいですけど、まあ、ともかく、みずほ稲穂に関心のある方なんでしょうね。別になんかそのあれですよ、あの安倍さんのあのご婦人というか、あの安倍昭恵さんをなんかそんな別に皮肉るとかなんかそういう意図は全くないですよね。ただここにあって面白いんで、最近ねもうなんかネットの定番ネタみたいになってますから、ちょっと取り上げさせてもらいました。で、見たかったのはでもその阿部昭恵さんとかね、そういうやつではなくて、ここにちゃんと木が1本立ってましたけれど、千枚田で2番目に小さい田と書いてあります。多分一番小さいのはまともに見ることはできないんでしょうね。すごい小さいですよね、4つしか植わってません。あの小学校でね、バケツであの稲作じゃないですけど稲を育てるみたいなのやってましたが、もうなんかそういうのやった方がまだ効率的なんじゃないかっていう気がするんですけどね。はあ、これかもう新聞紙のあれよりも小さいと書いてありましたが、本当にそうですよ。この非効率さをよく伺わせるものです。まあ、別に非効率であることを何度も言うですが、別にディスってるわけじゃないですよ。ただこういったもの、美しい景観を保護するためには、その非効率さをなんとかみんなの意思によって意図的に保存しなければならない、あの補っていかなければならないということを訴えているに過ぎません。しかし素晴らしい景色です。いくらでも見られるな。歩いていてね、やっぱりさっきはちょっと田植えしたばっかりだからね、あんまりこう見ていてもまだにぎわいに欠けますねみたいなことを言ったと思うんですけど、この近くを歩いてみるとまた違いますね。まだ稲がそんなにねこう伸びていなくて、田んぼの構造が分かりやすく、
また、その稲の中にね、こうどういう生き物がいるかとかもわかるし、それからね、水が張ってあるっていうのがやっぱ田んぼらしくていいなと思います。これが水張ってない状態も、秋とかの稲穂の時期は景色はいいんですけど、水は張ってませんから、やっぱりその構造とかを知るにはね、ちょっとこう分かりづらくなる時期なのかなと思いますんで、ちょっと訂正しますが、この6月の時期にこの場所を訪れるのもとても素晴らしい、いいことだと思います。まあ、ただあくまでそれはこの周辺をしっかりね、ちょっと登り降りなどもしながら見物した場合に限るでしょうけれど、田植えをちょうどやっている風景です。子供たちかな、中学生とか高校生とか、なんかそれぐらいな感じですけどね。でも今何らかのイベントで、イベントっていうか体験行事とか、まあ、もしくはオーナーの、なんかその参加とか、まあ、そういう感じで田植えをやってるんでしょうね。ちょうどだから今植えたばっかり、そんな時に来たようでした。それからこれまあ見ていただいて良かったと思うんですが、あとはここまでの道中についてなど簡単にご紹介します。今能登里山街道有料道路、もともとは有料でしたが、今は自動車専用の無料の高速道路になっている。この道で金沢のかなり北、40キロ50キロぐらいですかね。今ここは鹿町でいいんですか、鹿町というところまで来ています。海沿いには原子力発電所などの施設があって、前にそれを見学したこともありました。この道で今言いましたっけ、奥能登の入り口と呼ばれております穴水に向かっています。穴水ってね、鉄道の終点でして、すごいもう能登半島の奥地っていうイメージがあるんですが、まだまだそれよりも奥があるんですね。まさに奥深い石川県。石川県といえば金沢と加賀温泉、小松ぐらいしか、正直言って普段通るとね、印象はないのですが、実は、奥の深く能登半島がそびえています。この能登、本日は一周といいますか、あちこち見て回っておりまして、ぜひ視聴者の皆さんにもね、美しい景色を、今日はもうこの通り素晴らしい晴れで、気候も最高ですんで、楽しんでいただければ何よりです。今日は運転をしていただいております。何度も何度もね、映して恐縮なんですけれど、本当に助かってます、ありがとうございます。左にね、岩門サイエンティックポイントって書いてあったのが、ちょっとごめんなさい、分からなかったんですけど、左の今西山というこの出口を降りると、能登半島の素晴らしい名所の一つ、岩門があります。今回はこのようにスルーしてますが、前回一度紹介したので私の動画を宣伝します。前に私が、まあ、少々風の吹くときに岩門を訪れた時の様子です。まあ、こんな風に岩の中を飛び回ってますが、岩の厳しい門とかそういう風に言われるけどね、まあこんな感じね、こういうトンネルみたいなところもあってですね、岩で作られたこんな奥の方のアーチみたいなところとか、かなり見応えがあり、また激しい荒々しい日本海らしい風景を楽しむこともできます。またこのような立派な波の花などもあって、能登の海の荒々しさを感じるには素晴らしいポイントです。また他にもこの近くには世界一長いだか、日本一長いだか忘れましたけれど、まあ、相当長いとされるベンチがあります。このベンチもあれですよね、この辺の近くですよね、違いましたっけ。あ、そうですね、向こう側ですかね。はいはい、この高速道路からはすぐ近くではありません。一回これを降りて海側の方まで抜ける必要があります。今内陸側を走ってますんでね。ただ面白いところですから、まああれだったら海に沿って時間かかりますけれど、能登半島をぐるっと回るというのが一番オーソドックスな楽しみ方かもしれません。今回は前に行ったところはスキップしています。こういう感じのところですよ。ずっと走っていてね、飽きなかったです。特に今日みたいな天気であれば素晴らしいでしょう。もっともこの先でも同じようないい景色を楽しむことができると思っていますが、またこの鹿町にある、原発の開設をするところでは、いかに原子力がクリーンで、また、効率の良い発電の方法であるかということが説明されているんですが、まあ、これがね、近頃の、まあ、流行とかに惑わされず、昔と同じような方法で天井してくれていることがまたとても素晴らしいと思うんですけれど、別に原発が素晴らしいとか言ってんじゃなくてね、こういうふうに、プレゼントがあってですね、来館者は全員に配られるんですが、このペレット、小さな、ね、手のひらにちょっと収まるような、これ1個だけで一般家庭8ヶ月分の電気を作ることができますなんて、書いてあります。原子力がいかにしてクリーンなエネルギーとして、ね、日本中でも普及し、また、今でも再稼働とかね、いろいろと議論を沸き起こしているのか、そういったことを理解するのに必要な知識を供給してくれるようなところで、本当に私もね、前に訪れた時、この鹿町周辺で楽しんだ記憶が強いです。こんな風にね、これらあと 500m で分岐と言っていますが、私たちは左側、これから輪島方面に向かいます。
別所岳サービスエリアについて今ちょっと休憩をしています。この能登里山街道でこうやってこう上がってきているところですけどね、片側一車線になっていると、ここから先もずっとここの手前15キロとかもね、あの休憩するポイントとかないから、まあやっぱり大変ですよねと思いながら、助手席で見てました。この先の能登空港インターチェンジ、能登空港のすぐ脇、ここで、里山街道は、もう終わりとなるようです。そこから先は、在来道路っていうのが、まあ、普通の一般道の、鈴道路、これで穴水まで向かいます。でさっきちょっとね参考までにご覧に入れた海沿いのこう景観地というのは、まあ、大体この辺り能登金剛と呼ばれている能登の海沿いの、観光のエリアがこの辺りにだーっとこうつながっています。七尾湾をこのように一望できるようになっています。向こうに浮かんでいるあれは島ですが、能登島、 JR の特急などがやってくる和倉温泉はあそこの能登島との橋のすぐ、まあ、この画面で言えば右下のこの辺りの裏にあります。ちょっとここからでは見えませんけどね、七尾の市街などもここから見えます。この辺りは、まあ、海産物が有名でどこでもそうですけれど、七尾でもお寿司などお店が多いようです。こちら側はまた能登半島の先端の部分、ちょうど今足元に地図があるから分かりやすいですが、この地図の一番右下が金沢市、こうやって見るとね、まあ、分かりやすいけれど、まだまだ能登の奥までは来ていないということがよく分かります。割と小さいですけれども充実したパーキングエリアでした。これからは今度海沿いの方面に向かいます。もう懐かしい。今聞いていて分かるかどうかですけれど、連続テレビ小説のマレ、この間までやっていたやつですよね。それのテーマソングが70キロで走ると音が流れるメロディーラインの上を走っています。道路に独特の刻みをつけて、その上を自動車が走ると生じる音で音楽を作ろうというもので、今までにも何度か通ったことがありますけどね、そういうもの。ここにもまた適正な速度で走るとそういう音が流れるものがあって、70キロでのちゃんとした運転を啓発しているというわけです。そして今車は輪島市に入るところです。これから先もうあそこのね、行き止まりの部分で能登里山街道はいよいよ終点ということになります。昔は輪島に鉄道が来ていたんですが、まあ、今では観光バスとかね、金沢からの特急バスとかを使ってくるのがまあ普通なのかなと思います。連れてきていただいたここは道の駅で55カレーなども入っているようですが、鉄道メモリアル広場と書いてあって、もともとここに鉄道が来ていた時の輪島駅、それを改装して使っているところです。この道の駅輪島は、まあ、この辺りでの交通ターミナルの機能も持っておりまして、金沢からバスで2260円で来られるそうです。でここからこれからね見物にも行きますけれど、白い屋根千枚田とかね、観光地あちこちへのアクセスにも使われる、まあ、乗り換えの支援にもなっています。ものすごくまだ飛行機が来てます。すごいことになってますけど、あとは能登空港まで590円かな。当時の駅の様子がねこんな風に再現されてるんですが、まあ、隣にシベリアと書いてあります。普通隣の駅はここ終点なんでないんですけれど、なんか学生がウラジオストックとかシベリアとかそういうことをふざけて書いて、でそれを駅長さんが見て面白いと思ったのか、実際にここに正式に駅の手によってこういった表記がなされるようになったんだそうです。もともとは国鉄の駅でした。輪島はこの街並みも大変素晴らしく雰囲気がありますよね。黒光りするこの瓦屋根、その雰囲気を高めるためだと思いますが、電柱がおそらく地中に埋められているのかな。さて輪島を出発し、今千枚田のところへ向かっています。以前にも一度紹介しましたが、ちょうど時間的に日の光をまっすぐ受けて美しい時間です。棚田の美しい景勝地ですが、それ以上にまた彼方に日本海がありますから、日本海とその手前に段々になっている田んぼ、それを一度に見ることができる場所ということでね、いや本当に素晴らしいな。これですよ、ね、え、日本はあの海の国で、あとは田んぼ、稲作、それもまた重要なあの日本の一つ構成要素だと思いますが、それ両方望むことができる。それを上からねこんな美しい青のあの晴れたこの光景を見るわけですから、こうあんまこ う, うまく説明できてませんけれど、
まあ、とにかく、この様子が綺麗であるということは皆さんも同意いただけるでしょう。ただね、まあ、見ていただくと最近ようやく田植えが始まったばかり、田んぼの中はこの通りスカスカです。まあ、これは時期があまり最高の時期とは言えないからこそ、まあ、こういう風になってるわけですが、特に秋の稲穂が首を垂れた時期に来ればもうそれは素晴らしい景色でしょうね。またその時期に来る必要がありそうです。まあ、しかしさすがに冬はね、ここに来てもあんま面白くないんじゃないかなと思ったんですが、冬もねこういう風な田んぼのライトアップをしているそうです。あとは、ああなるほどね、雪がこうこのように積もる光景なども見られるのか、それはそれですごそうだ。なお、この千枚田にはオーナー制度というのがあって、2万円払えばここで、稲作をするのかどうかちょっとわからないですけど、多分稲作をするようなそういう意欲のある人が、これのオーナーになることによって、ここの景観を維持していこうというものがあります。まあ、やっぱりねこういうものってあまり効率的なものではないんですよね。実際には日本の昔の風景、棚田うんぬんと言いますが、工業的な、農業、それにはねかなわないところがありまして、でこういったものは文化としてまた一つお金を融資の手によって集める、まあそれは重要なことかと思います。あ、名誉会員、やっぱこう小泉純一郎あるんだな。なんかそれね、小泉純一郎がここで絶景だよと言ったのをパロディして、息子の慎次郎さんも同じようなことを言ったそうです。で、随分とね賑わっている、まあ、このお店の中、まあ、こんな感じですけどね、綺麗な感じの、この中でお昼ご飯、まあ、おにぎりが今ご飯ちょっと炊き上がるまでしばらくかかるということなんですが、フグの唐揚げと、それからここは輪島ですが、輪島の名物のかかしと呼ばれる揚げ物です。こんな感じですね、これがフランクフルト、横向きのウインナー、上にうずらの卵を乗せた、こういう、まあ、ちょっとねカロリーもありそうですけれど、こういう揚げ物をかかしと呼んで、1つ150円、フグの唐揚げは割といいもので1つのカップで500円になっています。でも天然の輪島フグ、多分美味しいと思いますよ。このフグの唐揚げですけど、めちゃくちゃ美味しいですよ。なんか鶏の唐揚げの中に結構ね鶏肉がたっぷり入ってるんで、まあそれは当たり前ですけど、もうそれと同じように大きな身がこう揚げられてますんでね、食べ応えがあって、フグって結構薄かったり小さく切ってるイメージがあるんですけど、こんなにこうもぐもぐむしゃむしゃとフグを食べたのは今まで初めてです。これ500円だったらね安いと思い、これ安くないですか。安いですよね、結構思ったより見た目よりいっぱいある。それでは千枚田のご紹介はここまでです。本当に素晴らしい景色です。長い道のりをやってきた甲斐もあります。そういうものがねこの奥地にあるっていうのが嬉しいですよね。奥地に大したものがないと行く気にならないんですが、わざわざやってくるその目的に十分です。ありがとうございました。